ファイルと2よ。黒鯛、チヌね、スズキ、シーバスね、両方ね、食べ比べてみようと思うのよね。果たして一体どっちの方が美味しいのかね。食べ比べの内容としては、鬼つけ、塩焼きね。果たして黒鯛とスズキはどっちが美味しいのか。ただね、言えてることはね、海の水質によるのよね。どんなに美味しい魚もね、悪い水質の海だったらね、美味しくないし、いい水質の海だったらね、とっても美味しいのよね。今回は同じ条件の水質の下で黒鯛とスズキを釣ってみようと思います。ここはね、水質はいい方だからね。地域によってはね、黒鯛もスズキも呼び名が違うし、また大きさによってもね、名前が変わってくるでしょう。今回は大きさ関係なくね、シーバスとチヌという形でね、言い分けますね。小さいでかい関係ないからね。チヌはね、ちっちゃい時はね、メイタとか言うしね、スズキもね、ちっちゃい時はね、フッコとかセイゴとか言うからね、あくまでシーバスとチヌというね、読み分けできますね。大きさも関係ないね。近くのさ、魚釣りで一番人気といったらやっぱりね、スズキとクロダイかな。それが一番ね、近場の超人気な魚釣りでしょ。シーバスとチヌがね、釣れてる場所があるのよね。ただし、チヌに関しては、キベチヌなのよね。そこをね、ご理解のほどお願い申し上げますね。遠投の効く中通し浮きと感度のいいね、小型の棒浮きをね、使おうと思います。餌はね、青いすみね。青いすみってね、蛍光色を出すらしいのよ。匂いもね、結構ね、お魚さんのね、好きな匂いらしいよ。では投げるわね。じゃあ行くわよ。ほっ、中通し浮きも投げます。よっしゃー。うわ、これはこれは、おチヌ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 、よっしゃ、お、立派なチヌ釣れた。チヌが釣れました。これはキベチヌですね。これがね、今回の秘密兵器。これを使うとね、簡単にね、口から外せるのよね。なんか耳かきみたいでしょ。耳かいてもね、いい感じよ。よっ、あ、取れたね、取れたよ。素晴らしい新兵器。じゃあビッグの中投入する。あ、いた。よし、よし、1匹目ゲット。来た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 。なんでこれ、続きか。はい、続きゲットよ。スズキかな。スズキかな。よし、まんまで待ちないと。よし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 、はい、シーバスゲットです。はい、かかった。よっしゃ、チヌがついた。チヌが、チヌですよ、チヌ。よっしゃ、ありがとう。おお、これなんだ。スズキかチヌか、スズキかチヌか、どっちだ。ああ、これはチヌでした。おお、立派立派。おお、これはチヌか。うん、おお、もうそこ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 あるよ、そこそこ。たまに。おお、おお、ちょっとちょっと。よし、ゲットよ、ゲット。よし、お、ほら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 。はい、チヌでございます。じゃあ終わろうとするかね。早速ビクを持ち上げればね。はい、今晩の釣果でございます。キビエチヌが全部で4匹ですね。そしてシーバースが2匹でございます。ちょっと若干ね、シーバースは小さいけどね、釣りはこんなもんだからね、思うようにいかないけどね。まあ実際こんだけ釣れたから、これを煮付けと塩焼きにして、どれが一番美味しいかね、食べ比べをしようと思います。じゃあ今からね、自宅に戻ります。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。チャンネルをそのままよ。はい、自宅に帰りました。似たぐらいの大きさのね、シーバスとキビレチヌを塩焼きにしようと思うんだけれど、どうせだったらね、開いてからね、塩水につけて天日干ししてね、食べようと思うのよね。なんでかって、それはね、天日干しにした方がね、味にね、旨味が出るのよね。だからせっかくね、塩焼き食べるんだったらね、天日干しするわよ。じゃあ早速ね、頭を落としていくわね。はい、開きました。では早速ね、
食塩ね、この棒に移していこうと思います。ガバッと入ってしまった。ちょっと混ぜますね。よし、じゃあまずね、あ、こちらがねキービレッジのね、でこちらがねシーバスね。ちょっとキービレのはねでかいから分かりやすいね。はい、入れます。はい、入れます。はい、これ何時間かね、一晩じゃなくて何時間か漬け込んだ後ね、天日干しをしようと思います。はい、次はねシーバスとキビレチルのお煮付けを作ろうと思います。果たしてどちらが美味しいかな。味が染み込みやすいようにね、ここに切れ目を2本入れましたね。じゃあ早速ね、こちらの方をね鍋に移すわね。使うのはね簡単、超シンプルよ。砂糖と醤油とみりんね、この3つだけでいいですよ。ではまずは砂糖を入れます。はい、次はねこのみりんを入れていきます。よし、みりん入れすぎたらねすぐね焦げちゃうからね。はい、最後にこのお醤油を入れます。よし、この状態で冷蔵庫で一晩寝かせて味をじっくりと染み込ませます。臭みを取るために最後生姜を入れました。では一晩待ちましょうね。はい、塩水に漬け込んだシーバスとキビレチヌをこの干し網に入れて今から干そうと思います。干し上がったら完成でございます。じゃあ今から干しますね。はい、冷蔵庫で一晩漬け込んだキビレチヌとシーバスでございます。結構染み込んでるよ味がね。じゃあこれを今からねお煮付けしようと思います。はい、火をかけます。じゃあ次はね、天日干しが終わりましたシーバスとキビレチヌでございます。ちょっと取り出すわよ。こちらが干したキビレチヌね、でこちらがシーバスね。干した後はね、ほらこんな風にね綺麗にテカテカなるでしょ。干してる間にね旨味がいっぱい出るわけだよね。しかもほらこんな風にね結構ね触ったらいい感じよ、この感じ。もうねベチャベチャ感がないの、ベチャベチャ感が。こちらがねキビレチヌね、こちらがねシーバスね。この干し物を今からね焼こうと思います。グリルに入れました。今から焼いていこうと思います。おお、いい感じに焼けてきたわね。じゃあねひっくり返すね。ひくるりんぱ、皮側が焼けたらね出来上がるよ。だいぶね煮つけてきてるけどね、もうちょっとね塩焼きができたけどちょっと焼きすぎて焦げちゃったわ。まあなんとかいけるでしょう。ついに完成しました。こちらがシーバスとキビレチヌのお煮付けでございます。そしてこちらがシーバスとキビレチヌの塩焼きでございます。若干ねちょっと焼いた方は焼きすぎてやってしまった感あるけど、なんとか食べれることは食べれそうだから大丈夫っぽいね。じゃあ早速召し上がらせてもらおうと思います。じゃあまずねキビレチヌの塩焼きをいただこうと思います。こんな感じね、美味しそう。キビレチヌの塩焼きね、いただきます。美味しい、塩がしっかり効いててすっごく美味しい。よくねチヌはねあんまり美味しくないっていうね人が多いのよね。確かに私もそう思う時がある。ただキビレチヌはね美味しい、塩焼き最高。白身のね美味しい味がほわんって伝わってくる。
魚の独特のね、あの臭みもないし、すっごく美味しいよ。じゃあ次はね、シーバスね。じゃあいただきます。なるほど、シーバスの方が味が薄いって感じね。より味を出してる方はキビエシューの方やね。キビエシューの方はね、なんか魚っぽい臭みがあるものの味が強いから、キビエシューの方が食べた時の魚魚感が伝わってくるね。では早速次はね、はい、こちらのシーバスとキビエシューの煮付けを召し上がらさせてもらおうと思います。さあ、どちらが美味しいかな。いただきます。まずはね、じゃあキビエシューからいこうかな。美味しい。あ、美味しい。身が柔らかくてホワホワしてる感じね。これ釣り人だけの特権かもしれないけどね、近くにキビエシューが釣れる場所があるんだったらね、で釣っていい場所だったらね、釣りに行った方がいいかもしれない。あんまりスーパーで出ないからね、美味しいよこの魚。タイほどの甘みはないけれど、だけどね、食感といいね、味がね、えぐみや臭みもないしね、すっごく素直に美味しい味ね。では次はね、シーバスね。はい、お煮付けのシーバスいただきます。あ、美味しい。あ、やっぱシーバスはお煮付けね。うん、分かった。シーバスは塩焼きよりもお煮付けの方が美味しい。味を余計つけた方が美味しい。あと身がね、キビエシューよりも柔らかくて、食感的には甘だのような。はい、シーバスとキビエシューの食べ比べのどちらが美味しいかの結果発表しようと思います。さっき食べたところね、ちょっとね、ひっくり返してね、見た目がいいようにしております。ただね、ちょっとこっち塩焼きの方はね、焼きすぎちゃってね、ごめんね、見た目が焦げておかしいのは許してね。まずはじゃあこのね、お煮付けからいくね。お煮付けはどちらがうまかったかというと、はっきり言ってこちらのシーバースの方がうまかった。キビエシューもね、臭みもなくて全然美味しかったんだけど、シーバースの方がね、味がよく染み込んでね、美味しかったよ。キビエシューの方がちょっとね、味が落ちたかな。でもね、いい感じだったよ、全然美味しかった。はい、次こちらの塩焼きに関してなんだけど、あら、このキビエシューとこのシーバースね、どちらが美味しかったかというと、正直言って塩焼きにしたらね、シーバースよりもね、キビエシューの方が美味しかった。うん、だから食べ比べてみても、お煮付けと塩焼きとではね、味は変わっていくということよね。ということで、ね、今回の勝負は塩焼きはキビエシューね、そしてお煮付けはシーバスが美味しかったということで、この勝負は五分でございます。そして一つ分かったことは、このシーバスに関してはね、これはね、どちらかというとシーバスそのものの味そのものが薄いと感じた。逆に言うなら、薄いのが悪いのではなくて、いろんな料理に味付けをしやすいっていうことなのよね。だからお煮付けにはお煮付けの味付けに合うし、塩焼きは塩焼きの味付けに合うし、またムニエルとかね、唐揚げとかね、フライとかね、そういういろんな料理のね、味付けに向いてる。要はシーバスは万能型のお料理に向いたお魚ってことね。キビエシューもね、そういう意味ではね、いろんな料理に合うと思うんだけど、シーバスほどではないと思います。ただ全然美味しいね。そういうことでございますね。では今日の動画はね、この辺で終わりますね。皆様、ここまで見てくれて本当にありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願い申し上げます。またグッドボタンの方もね、してもらったら大変ね、嬉しいしね。大きめのシーバスとキビエシューのよう同じ場所で都合よう取れたらね、その時ね、刺身でね、食べ比べてみようと思うのよね。
もしその時はね、シーバスは粗いかな、そしてきびれはバーナーで少しね炙って焼いた、そんなね刺身で食べてみようと思いますね。釣りに行ってチャンスが現れたらね、必ずね動画にしますので、その時ぜひ皆さんね、また動画を見てくださいね。ありがとうございました。じゃあまた次の楽しい動画でお会いしましょうね。本当にありがとうございました。じゃあグッドラー。